韓,首相韓国は非常に重要な隣国発言の真意は菅義偉首相が24日、韓国を極めて重要な隣国と発言した背景について、現地メディアは積極的な両国関係の改善ではなく、北朝鮮関連の対応を念頭に置いたものと解釈している。日本経済新聞は25日、韓首相の発言を紹介しながら、 北朝鮮情勢をめぐる日韓及び日米間の連携が重要であるとの認識を示したものだと報道した。時事通信はまた北朝鮮による日本人拉致問題での協力を図ろうとする考えで、菅首相がこのような表現を使ったと伝えた。韓国大統領府によると、菅首相は前日に行われたムンジェイン、ムンジェイン大統領との電話通話で、 拉致日本人問題への関心を要請し、これに、ムンジェイン大統領も引き続きサポートすると、肯定的に回答した。このような中、菅首相は、ムンジェイン大統領との通話後、記者たちと会った席で、日韓両国は、お互いに極めて重要な隣国と言って、前任、安倍晋三、安倍晋三政権で、史上最悪と評価まで受けた。 両国関係を改善しようとする意味を示しはないかという解釈が出た状況である。しかし、菅首相は現在、日韓間の最大の葛藤懸案となっている韓国国内の日本による植民地時代に強制徴用被害者に対する日本先般企業の賠償問題については日本の一貫性のある立場に基づいて今後も韓国に 適切な対応を強く要求していくことという立場を重ね明らかにした。これに対して、朝日新聞は、両国関係の改善は韓国の対応次第という安倍政権の姿勢を継承するということと説明した。産経新聞も日本外務省幹部を引用し、日本は北朝鮮関連の問題で韓国と協力する必要があり、 韓首相が重視する訪日外国人数の回復のためにも日韓関係をある程度安定させなければならないと言いながらも徴用工問題では日本側に情報の余地がないと線を引いた。日本の自民党でもすでに韓国に強硬な姿勢で臨むという従来の安倍政権の方針を維持すると立場を整理したというのが産経の説明である。安倍前首相は 過去2012年末の再出権以降2017年までは毎年国会の施政方針演説で韓国を最も重要な隣国と呼んでいたがその後2年間は悪化した日韓関係のせいでこのような表現を使わなかった。韓国政府は2017年に文在寅大統領就任後日本側の反発にもかかわらず2015年の慰安婦 問題日韓合意の見直しに乗り出し、2018年10月に、韓国最高裁が、日本先般企業日本製鉄、旧新日鉄住金を相手に、日本植民地時代に強制徴用被害の賠償を命令する判決を下し、やはり、日本側の強い反発を呼び起こした。このため、日本政府の外交戦略をまとめた、外交聖書でも2018年と2019年の、 韓国は重要な隣国という表現が消えた。そんな中、昨年12月に中国四川省政都で開かれた日中関首脳会議を契機に文在寅大統領と安倍前首相間の会談が実現した後、今年安倍前首相の施政方針演説と日本の外交聖書では韓国は重要な隣国との表現が復活したが、両国は依然として 徴用被害賠償判決とそれに伴う日本側の対韓国輸出規制強化措置などをめぐって葛藤を続けている。このような中、日経は今回の日韓首脳間の通話が韓国側の提案で行われたという点で日本政府は韓国側が先に関係改善の意思を示したもと受け取っていると伝えた。韓首相、実はワーカホリックで現実的な素顔。 首相に就任した菅義偉氏はとにかく常に何か仕事をしていない時がすまないワーカホリックな人だ。敬老の日を挟む9月の4連休も連日、ホテルや議員会館の事務所に出かけ、経済や IT の専門家らから話を聞いている。何かと制約が増える首相になっても、このスタイルは変えたくないようだ。安倍晋三氏のみならず、小泉純一郎、福田康夫、 麻生太郎とセレブ感漂う世襲議員の首相が続いていた反動もあってか叩き上げを売りにする菅内閣の支持率は随分と高い数字を記録している。地方出身で苦学して大学を卒業。恵まれない環境から出発して立身出世を成し遂げた人物という古典的成功者のイメージがマスコミを通して一気に広がっている。 ギリア人情を大事にするだろうという人間像が出来上がり、世論調査では人柄の良さが高い評価につながっているようだ。イデオロギーの香りなき政治家。しかし、監視に実際に会ってみると、ウェットな人間関係を大事にするというよりも、むしろ現実的で合理的、実務的な話を好む人のようだ。天下国家について大言相互を語ることなど決してない。 政策にも、権力闘争にも細部に目を光らせ、緻密な計算をする政治家であり、派閥を率いて激しい権力闘争をしたかつての、大物政治家とは全くタイプが異なる。首相就任後初の記者会見も、監視そのものだった。国民の受けを狙うような派手なパフォーマンスは何もない。表情にほとんど変化がなく、余計な形容詞など無駄な言葉がほとんどない。地味で、 実務的な内容を淡々と語った。前任者とは、交代賞である。それでも、なぜか聞く者に、改革の心意気は伝わってきた。おそらく話が、具体的だからだろう。携帯料金の値下げ、マイナンバーカードの普及、不妊治療の保険適用など、いずれも、国民生活に、身近な問題ばかりだ。しかも、成果が数字でわかりやすく示される。監視が、 これまで手掛けてきた自信作であるふるさと納税や法日外国人観光客、インバウンド政策、農産品の輸出の促進なども同様である。ただ、一つ一つの政策に脈絡がないことから、監視の描く国家像がはっきりしないなどという批判が早くも出ている。欧米主要国の政治が極左と極右にに極化し、対立を深めている時代に、 思想やイデオロギーの香りが全くしない例外的なタイプの異性者である。その監視が初めての会見で個別政策の他に強調したのが行政の縦割り、前例主義の打破であり、既得権益にとらわれない規制改革だった。こちらは統治システム全体に関わる問題意識ではあるが、特別目新しいものではない。似たような言葉はこれまで多くの政権が掲げてきた。 いずれも標的は、霞が関の官僚組織であり、返す刀で政治主導の実現を唱えていた。死後に等しい、官邸主導。安倍政権で官邸主導の政策決定が定着した今、官僚主導という言葉はもはや死後に等しい。にもかかわらず、官士が改めて行政の縦割り打破などを打ち出すのは、官僚組織を自らが掲げる改革を実現するための障害物と、 位置づけているからだろう。しかし、官僚を抑え込めさえすれば改革が実のあるものになるわけではない。政治、経済、社会あらゆる分野に閉塞感が漂う今、監視の掲げる改革が本物なのかどうか、それを見極めるための指標をいくつか考えてみたい。一つ目は、官僚組織を自分の意のままに操れば改革が実現するわけではないという点だ。 自民党も産業界も常に既得権を守ろうとする。かつて小泉純一郎首相が自民党をぶっ壊すと言ったように本気で既得権にとらわれない規制緩和を実行しようとすれば官僚組織のみならず自民党とそれを支持する業界団体もその前に立ちはだかる。多くのマスコミが指摘しているように官司の権力の源泉は官僚組織に対する 人事権の行使と幅広い情報だ。自らが打ち出した新たな政策にことを唱える官僚らを平気で排除し、政策を強行する手法は広く、霞が関で恐れられている。では、自民党に対してはどうだろうか。官司の本気度は政策決定過程に現れてくるだろう。主要政策を閣議決定する前に、自民党の各部会や政務調査会、総務会が、 どこまで関与してくるのか。小泉首相は党内の声をしばしば無視し、対立を演出した。安倍はじめ今日と言われた安倍首相時代は、党内からの異論がほとんど出てこなかった。党内基盤の弱い菅首相が自民党内の抵抗にあった時、どう対応するのかがポイントとなりそうだ。政策決定を透明にできるか。二つ目は、政権内の政策決定過程のあり方である。 安倍政権では官僚出身の首相補佐官や秘書官らが次々と新政策を打ち出し各省にその実施を迫った。こうした政策には支持率維持のための言葉だけのものも少なくなかった。成果の有無がわからないまま国民の目をそらせるために新たな政策が簡単なく打ち出されていった。最大の問題点は決定過程が極めて不透明なことだ。いつ どこで誰が政策を提起し、どこで議論し、誰が責任者なのか全くわからない。いくつかの政策は国会などで問題点が指摘されたが、決定過程が十分に説明されないばかりか、それを記録する公文書は改ざんされたり、廃棄されたりした。その結果、政策決定過程の検証は困難になっている。 こうした手法が、無理とも、掛け問題を生み出したことは否定できない。では、菅内閣は、主要政策をどういう手法で決定していくのであろうか。安倍内閣時代の、官邸官僚と呼ばれた、補佐官や秘書官は、菅氏が信頼している、泉洋人氏以外はポストを外れた。体制の変更とともに、一部の側近が恣意的に政策を決める手法ではなく、 経済財政諮問会議など公の場を使って議論し、その過程を含めて記録が公表され、責任者も明確な透明性の高い形での政策決定が行われることが必要であろう。もちろん、最初に結論ありきの強権的手法ではなく、官僚組織や民間の知恵を大いに活用すべきであることは言うまでもない。三つ目は、国会との関係だ。 安倍内閣の特徴の一つが国会軽視だった。与党が圧倒的多数を占めていることをいいことに野党の国会召集要求や首相の出席要求を拒否し続けたことは記憶に新しい。答弁に立っても安倍氏はまともに答えずご飯論法などと揶揄されるような不誠実な対応に終始した。そのことが政府の政策の不透明感を高めた。